むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさんがおりました。おじいさんは毎日山へ芝刈りに、おばあさんは毎日川へ洗濯に行きました。ある日のこと、おばあさんがいつものように川で洗濯をしていると、川上から桃が流れてきました。おや、甘そうな桃じゃ。どれどれ、こりゃうまい。じいさんにもさんと食わせてやりたいの。おい、うまい桃はこっちゃ来い、苦い桃はあっちゃいけ。すると今度は大きな桃がどんぶらこうどんぶらこうと流れてきました。おやまあ、なんと大きな桃だこと。おばあさんは大喜びで桃を拾い、よいしょと担いで家に持って帰りました。今戻ったぞ。おお、待っておったで。早く上がりなされ。どうしたんじゃ、おばあさん。今日川で洗濯をしておったら、大きな桃が流れてきてのう。じいさんに食べさせたいと思って拾ってきたんじゃ。おお、そりゃありがたい。二人は桃を割ろうとしました。すると、おお、なんと中から男の赤ん坊が出てきました。わあ、こりゃ頭げた。なんとまあ、かわいらしい赤子じゃの。おじいさんとおばあさんは桃から生まれたこの赤ん坊を桃太郎と名付け、二人で育てることにしました。桃太郎はご飯やおかずを一杯食べれば一杯だけ、二杯食べれば二杯だけ、三杯食べれば三杯だけ、どんどんむくむく大きくなりました。大きくなった桃太郎は力持ちで賢く、心の優しい男の子になりました。おじいさんとおばあさんはそんな桃太郎をそれはそれは可愛がり、大切に育てました。ある日、桃太郎が薪を割っていると、一羽のトンビが飛んできました。桃から生まれた桃太郎よ、山越え谷越え海越え鬼ヶ島へ行け、鬼退治に行け。じいさま、ばあさま、私は大きくなったので鬼ヶ島に行きます。なんじゃと。やめとくれ、そんな危ないこと。食べ物を奪ったり、畑や田んぼを荒らしたりする悪い鬼を退治したいのです。ならん。大きくなってもお前はまだ子供じゃ。おじいさんたちは桃太郎を止めようとしましたが、桃太郎の気持ちは変わりません。仕方ない、鬼ヶ島に行くがいい。じゃが必ず無事に帰ってきてくれよ。はい、約束します。おじいさんとおばあさんは桃太郎のために新しい羽織や袴、頑丈な金のわらじ、見事な刀を用意しました。そしておばあさんは日本一のきびだんごを作り、桃太郎に持たせました。これを食べれば百人力。ありがとう、おばあさま。じいさま、ばあさま、行ってまいります。こうして桃太郎は鬼を退治するため鬼ヶ島へ旅に出たのでした。桃太郎が村外れまで来ると、ワンワン、犬がやってきました。桃太郎さん、桃太郎さん、そんな立派な刀を持って一体どこへ行きなさる。鬼ヶ島へ鬼退治に参るのだ。お腰につけた袋の中は日本一のきびだんごだ。これを食べれば100人分の力がつく。一つください、お供します。ありがたい、一緒に鬼を懲らしめよう。犬はきびだんごをもらって食べ、桃太郎のお供になりました。桃太郎と犬が山の中まで入って行くと、今度は猿がやってきました。桃太郎さん、桃太郎さん、こんな立派なわらじを履いて一体どこへ行きなさる。鬼ヶ島へ鬼退治に参るのだ。お腰につけた袋の中は
日本一のきびだんごだ。これを食べれば100人分の力がつく。一つください。お供します。ありがたい。一緒に鬼を懲らしめよう。猿はきびだんごをもらって食べ、桃太郎のお供になりました。桃太郎と犬と猿が谷を越えていくと、今度はキジが飛んできました。桃太郎さん、桃太郎さん、そんな立派なのぼりを持って一体どこに行きなさる？鬼ヶ島へ鬼退治に参るのだ。お腰につけた袋の中は？日本一のきびだんごだ。これを食べれば100人分の力がつく。一つください。お供します。ありがたい。一緒に鬼を懲らしめよう。キジもきびだんごをもらって食べ、桃太郎のお供になりました。桃太郎たちはいくつもの山を越え、谷を越え、海に出て鬼ヶ島を目指しました。見えたぞ、鬼ヶ島だ。桃太郎たちはついに鬼ヶ島にたどり着いたのでした。島の入り口には高くて大きな門がありました。まずはキジが空から中の様子を見てきました。鬼どもはゴロゴロと昼寝をしています。次に猿がひょいひょいと門を乗り越え、中からカンヌキを開けます。そして犬が重い扉を押し開きました。やい、日本一の桃太郎が悪い鬼らを成敗しに参った。覚悟しろ。驚いた鬼どもが目を覚まし、桃太郎たちに襲いかかってきます。桃太郎は向かってくる鬼を次々に倒しました。きびだんごを食べて強くなった犬、猿、キジにとっても鬼は敵ではありません。鬼の大将は館の奥で酒盛りをしていました。親方様、大変です。桃太郎と名乗る者が乗り込んできました。桃太郎？なんだそれは。痛い。私が桃から生まれた桃太郎だ。お前を成敗する。このわしにかなうとでも思っているのか。大将は大きな金棒を振り回しました。しかし桃太郎も負けずに刀を振りかざします。なんと、あう、どうか命だけはお助けください。もう人々を苦しめることはしないと誓うか。誓います。二度としません。本当だな。本当です。よし、ならば命だけは助けてやろう。許してもらったお礼に、鬼は持っていた宝物を桃太郎に差し出しました。桃太郎たちはまた海を越え、谷を越え、山を越え、家に帰ってきました。帰ってきた桃太郎をおじいさんとおばあさんは大喜びで迎えました。桃太郎は持ち帰った宝物を村のみんなに分け、犬、猿、キジにはご馳走してあげました。それから鬼ヶ島の鬼は現れず、桃太郎はおじいさん、おばあさんといつまでも幸せに暮らしました。めでたしめでたし。